はい、どうもこんにちは、瀬戸康史と静江です。はい、ということでですね、ルイージマンション3第3回でございます。前回の2回からそのまま連続で撮影しているので2本撮りでございます。現在夜中の3時11分でございます。今回から2人プレイになるので、ちょっと俺らのうちもちょっとワクワクしすぎて、ちょっとこのまま連続でやっちゃいます。なので前回のちょっと動画のコメントには答えられてないまま行くんですけれども、そこはちょっとご了承ください。それでは行きましょう、静江さん。はい、ないない。はい、今回は3階を攻略していきたいと思います。さあ、新しいフロアです。ショッピングフロア、しぜさん結構好きな場所じゃないですか。そうかもしれない。じゃあしぜさん出てきてもらって、これ出るの、はい、あ、後ろにいるの。後ろにいるの。いたのか。いろいろ探索していきましょう。あ、びっくりした。あ、グエイジ、行け。行ってきます。あ、吸い取れ、吸い取れ。お金もね、吸い取れるんだよ、はい。おお、こんなところに隠しがあったね。このドアは鍵が必要です。はい、じゃあ、しずえさん行きましょうか。はい。あ、上になんかある。あ、ほんとだ。ちょっと待って、何あれ、どうやって取るのあれ。俺たちだって上に上がれないもんな。多分まだいけないんだと思います。そういうことか。じゃあここは入れないのかな。使えないらしい。あ、トイレだこれ。じゃあちょっと男子トイレ入りましょうか。はい、お願いします。あ、光っとる。じゃあ俺、行くね。うん、せーの、へい。あ、あれだ、吸盤じゃない。これで、引っ張って、あ、これだ。うわ、動きいた。いけ、せいさん引っ張る。引っ張って、A で、おー、おー、鍵見つかった。やったー。うふう、ウィヒー、やったぜー。おお、賢い賢い。シェさん見て、あの鏡見て、上にある。ほら、あの鏡にだけ映ってるでしょ、下の排水口みたいな。あ、ほんとだ。あれちょっとシェさん入ってみてよ。下、下、あ、ここか。そうやってグイジが、なんかどうやって入るんだろう。どうやって入るんだろう。入りそうだよね。でも、下に ZR、これ、これ。ダメか、なんか、あ、見えた、見えた、見えた。あ、あ、鏡に映ったものこうやってあれできるんだ。あ、なに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 これ、なにこれ、なにこれ、ぷよぷよ。え、で、どうなったのこれ。どうなったの。え、グイージどうなったんだ。 お前どうなったんだよ。どうなった。あ、すずえさん、頑張って。待って待って待って。まあ、特に何も危険はないと思います。でも、雲攻撃してくるからね。はい、俺も上から行くのかな。あ、それ回すんだ。あ、水に落ちた。ああ。じゃあ、すずさん、もう一回行きましょう。難しい。そっか、私水ダメなんだ。頑張ったね。はい。ここにいるしかない。ちょっと待って。頑張ったね。試練だこれは。とりあえず、 押すんだ。おお、おお、おお、やったー、やったやった。ちょっと下の、左下の金塊も取りたい。延べ棒。はい。あー、これちょっと静江さんだけしか行けない場所があるから。あー、あー、やってんの。あー、もう何やってんの。ヘッドホンが落ちました。で、多分ね、ここも入れんのよ、静江さん。この、これ。あ、これ多分抜くんだ。ちょっと、抜いてください。はい、おい、これで左の部屋も行けたのよ。はいよ。はい、これ鈴江さんルートです。え、うわー、すごい。一人だけ。で、多分今のトイレが通れるようになったのよ、これで。で、これで宝石だ。それ X だよ。やった。はい、取りました。結構宝石いっぱいあるな。あ、
鍵ゲットしました。あ、ちょっと待って、今ピッてなった、なんだろう。あ、電話が、なになに、これなに、これなに、これ青いなに。あ、電話が1個出てきた。え、ちょっと出ていい？はい。いや、ああ、あ、かくかくしょぼけ、ライト当てろ。あ、逃げた、逃げた、もう一回逃げろ。はい。あったわ、吸いたれ。シエさんも吸いたれ。え、え、いけいけ、ナイスナイス。俺ライト構えてるわ。よし。あ、倒した。あ、まだまだまだ。はい、まだだ、まだだ、まだ出てくる。当てろ、吸い取れ、引っ張れ、引っ張れ、すいさん、頑張れ、頑張れ、よし、引っ張れ、引っ張れ、よし、弱いった楽しいでしょ、ボケ倒すの。ちょ、ちょっと行きましょうか。はい、鍵使って、じゃあ、左の方行きます。はぁ、わお。さあ、こっちに何があるんだ、ショッピングフロア。あー、おう、あ、あっちもグイジしか行けないとこだぞ。あ、結構広い。え、ボスだ、第3フロアのボスだ、これ。警備員みたいなのがね。怖がりだな。何？自販機の中にネズミ。なんだよみたいな。あれ？鍵出してくれた。はいはい。じゃあさっきの警備員のとこに行きましょう。お前、あ、結構広いね、これね。あ、いるいる。あ、なんかお化けみたいにいるね。なんか、バーバー。バーバーだ。バーバーしてるこれ。バーバーだね。あ、もう、小山がめっちゃ言ってくるから。先に行こう。先に行きましょう。うん。警備室。あ、ここの音ね。フィーンってなってる。あ、この音か。手に入れたー。おわ。さっきのハートの鍵だったけど、これ、あれだ。ダイヤ。マークがあるね、全部。ここに入れんの今。あ、無理だよ、無理だよね。形が合ってないじゃん、だって。ほんとだ。これなんだろう。あ、覗ける。あ、2番の持ってる。あれを持ってるね。だから今もらったダイヤの鍵を使える場所を探さなきゃいけないってことだな、まずは。あ、ここ入れるね、スエさん。はい。あ、あった、ダイヤ。開けます。やっとだ。何が出てくんの？あ、これでどんどん開けていくことね。あ、え、どうしよう。光を当てるんだよ。まず光を当てて吸い込むね。あ、すごい、プルンプルンしてる。あ、ん、え、スーさん敵だ。方向が間違ってる、スーさん。あ、そう、吸い取れ、引っ張れ、頑張れ、え、よいしょ、よいしょ、まだいる、もう一匹いる、もう一匹いる、頑張れ頑張れ、いけー、あら、これ光を、光を当てることぐらいしかできない。あ、ほら、俺が、俺が光、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 ありがとう、いけ、ナイスー。あ、宝箱出てきたわけじゃない。あ、なんかボールある、こんなんだろうね。あ、なんか取った。あ、あ、これ取らなきゃ。瀬戸康史の動画。ハートは下かな。あ、こっちだ、ほら、ここから見ればよくわかるね。ほんとだ。
じゃあ、出演さんにこう渡せばいいんだ。X で多分渡せるんだ。出演さんが X を押してもらっていい。そうするとこれ受け渡しできるんだ。で、こっち入ってもらって、結構これ自然区3回だね。自然さんに活躍してもらう回です。自然さんはすごい嫌そうな顔をなんか、うなーって、やっぱ操作が慣れてないからでしょ。プレッシャーがちょっとね。プレッシャーがあるみたいです。うん、はい、これで。お、なんか動いてる。あ、またお化けだ。お、お、あ、お、うえわあ、いいなぁ。いいなぁ、俺もやりたい、これ。あ、ここにいたんだ。あ、ここに入ってたんだ。あ、あ、いっぱいいる。俺もちょっと協力して倒さないと。俺、全く何もできない。頑張れ、応援するしかない俺は。あ、普通についてるだけでいいの、うん、ライトも、ライト当てなきゃいけない。あ、すごい簡単だ。よし、よし、ありがとうございます。わー、それでスペーという奥のコインの大量のコイン。おい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 、すごい量だね。すごい、このコインの量すごいすごい。もう普通に泥棒だけどね、これね。あ、来た、あんまりだ。あ、ダメなんだ。近くに行って、あ、ほら、くっついた、ほら、これで引っ張るんだ。ほら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 、いた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 、まだいた、うん、待て待て、え、これ、あ、よいしょ、いけー、あー、しな、頑張れ、いけい、よし、おー、完璧クリア。ちょっと慣れてきたね。よし、で、今手に入れたのがスペードだから、スペードのところに、上じゃない、これ離れちゃダメなんだね。鍵を落としてもらう。こっちでーす。こうだ。おー、結構ちゃんとしたステージになってるもんね。行ってきます。行ってらっしゃい。あ、うわこれ青い丸何なんだろう、なんだろうね。さっき俺吸い取ってるんだけど、あ、え、消えた。あれ当てるんじゃない、光を。むむ、ほら、はい、復活で、吸い取っちゃう、右の青いの。これも吸い取れるかな、当たるかな。お、あはぁ、これで一応教えてくれたのね。しゃあ、最後絶対星が手に入るんだわ。これで、これがクラブね。なんかボスいなかった。いなかったね。あ、やっぱりボス来る。あ、メガネをかけた。ゆるさん。あ、サングラスかけてるから光が効かないのか。どうすればいいの。あ、なんか引っ張る。あ、サングラス取れたよ、スイさん。普通に光当てて。よし、ナイスナイスナイス、よしよしよし、スイさん大活躍、頑張れる。まだまだ。あ、すごい、これどうすればいいんだ。普通サングラスついてればいいのかな。あ、スイさん後ろ、まずい。どうすればいいんだ、あいつ。あ、サングラスを取ればいいんだ。あ、固まってるよ。はい、ナイスナイス。俺はもうここにいることしかできない。わい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 。瀬戸康史の動画で、今はスペード、あ、ではクローバー手に入れたから、またこちら、うん、エスカレーターが動き出しました。じゃ、しずさん、ちょっとこっち近づく、近づく、来てもらって、行きますよ。はい、うん、次はなんだ。なんか、なんか見えてる。なんかいっぱい川みたいにいるよ。ハサミじゃない、ハサミが飛んでんの。これどうやって入んの。このあと約15分もの間、バーバーへの入り方が分からず、ショッピングフロアをさまよってしまいました。
わかんねえ。嘘でしょ。マジ嘘。うわー、じゃあちょっと自然さん行こうか。せーの、えい。あ、嘘でしょ。うわ、難しい。もう結構かかったよ。もう50分撮ってる。いやー、難しい。しかも自然さん、じゃあちょっと俺なんか入って、うん、ちょっと今回ちょっとお願いします。ちょっと私には俺で行くわ。うん、はい、行ってきます。本田、俺だ。上がってこい。お前たち、ラットだよ。難しい、サンフロア。はい、星だろ。やっとこれで警備員室に入れる。はい、グイージ大活躍の回だな。これね、ここら辺かなんかなってる。はい、これ全部吸い取って、ほら。はい、なんだこれ。開けるとなんか出てくるんだろう。あー、札束。よし、出よう。しばらく俺がグーイージー行こう。はい、ほら、やった。これで星の鍵手に入ったぞ。あれ、あ、お水。あこれグーイージー、ちょっと普通のマリオになルイージーになります。はい、やったー。あー、で、これでちょっと上登って星の鍵、うなに、うん、次々といろんなことが起きるぞ。止まりました。上に上がれなくなった。すごい、次々と。これでさっきの警備室には行けなくなってしまいました。うわ、え、何、うわ、お化け、でっかい。シエさん、出てきて。こいつは何すればいいんだろう。あ、水が。二人で、二人で吸い取るんじゃない。ダメだ。あ、やべ、めっちゃダメージ受けた。うわ、すげえダメージ受ける。あ、二人で、いけー。あ、すごい、楽しい、楽しい。うわ、やった、倒した。お、すごい。お、今なんか、実績みたいなもの書いてる。なんかね、中の絡まれ者じゃ太郎、よくぞ捕まえられたもんじゃ。研究サンプルが手に入って大助かりじゃわい。その調子で頑張ってくれよ。よし、スエさん行くぞ。はい、これで上行けるようになった。これでもう全部制覇したね。星の鍵を使って、あの警備員だ、警備員お化けを倒すんだ。もしかないよね。さあ行くぞ。緊張、えい、うん、あ、これが最後のボスかな。来た。さあ、エレベーターボタンをください。こいつは臆病なんだよな。あ、入る気だな、ルイージ。逆になってくる。俺グイージでいっていい。はい、スエさんがちょチェンジしました。あ、水鉄砲だ。ちょっとグーイージで俺登場して、俺が行かなきゃいけないのよ。水鉄砲当たる。グーイージで行って、はい、やばい、やばい、なんか当たんない。あ、これグラサンしてる。あ、グラサン、グラサンで、ほら、取った。グラサン取って、はい、ありがとう。あー、なるほど、グラサン&水鉄砲なんだ、こいつは。カボシャ、まだ、おい、あ、またグラサンかけた。こっちにおびき寄せて、しずえさんに、あ、もう一回登場したい。おほう、グラサンくれ。グラサン取った。あー、やべ、
水鉄砲食らった。すごい、何回も行かなきゃいけない。グラサン取ると水鉄砲かけてくる。こいつ下の方に呼びください。シデさんちょっと吸って、バキューム。はい、シデさんにバキュームで吸ってもらって。あ、ダメか。あ、これ水鉄砲投げつつ来るんだこいつ。よし、取れた。フライよし、行った、いけあれもうちょっと、まずだ。あれ、グラサン取りながら俺移動しなきゃダメなんだよ。あいつ水鉄砲も同時に撃ってくるんだ。そっか、これね、投げてくるよ。ほら、水をね、投げてくるんだ。はい、あ、ダメだ。ありがとう、水さん、ありがとう。いけー、取った、やった、やったー、やったー。結構ハードだったね。ハードだった。やったー。やったー。瀬戸康史の動画。おお、はや、ははー、いや、うん、うん、うん。2回ね、次回は。そっか、なんか次回予告。うん、ウィージ君、これでロビーの2階フロアにも直接エレベーターで行けるようになったぞい。せっかくじゃが2階の様子をもう一度見に行ってみてはどうかね。ちょっと今日はちょっとやめときます。はい、戻ってきました。セーブ中出た。はい、ということで結構難しかったね。難しかった。謎解き、床屋のところに入るあのギミックもすごく難しかったし、あれヒントあった、あれ。いや、回りそうなものっていうのは、うん、いろいろ風をかけてみた方がいいんだね。風をかけた方がいいのかもしれない。あとは今回はグーイージーが出たばっかだったからかわかんないけど、もう全部グーイージーで入って敵と戦うっていうパターンが多かったから、しずえさんどうだった？ちょっとどうしようこれから。ちょっとしずえさん、今後自分は実況していけるのかどうか、ちょっとあれだよね、2人でずっとやるっていうよりはなんか交互に活躍していくっていう感じのゲームだね、これは。しずえさんがちょっと若干ちょっと、あ、これは難しいってなっちゃってるんで、今後ちょっとまた、皆さんコメント欄でいろいろアドバイスくださいね。はい、大丈夫ですよって言ってくれるかもしれないしね。はい、ということで、次回、ルイージマンション第4回もお楽しみに。それでは、またお会いしましょう。じゃあのー。